かわいいガールジャパン。かわいいガールジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。北江里子と北村えりです。というわけで、私はこの度、自身5枚目のニューシングル、ミラクルグライダーズを1月9日にリリースすることが決定しました。はい、ミラクルグライダーズというこの曲は、私にとっても、そして2013年新年を迎える皆さんにとっても、非常に活気のある明るい、曲に仕上がっています。聴く人のみんなの心が上上と空に向かって、開けていく、そんなような、曲になりましたので、聴いてくださった皆さんが、明るい気持ちではしゃげるような、気持ちになってくれるといいなと思っています。本当にライブを、北村えり名義というか北村えりだけの曲で、そして北村えりのためにみんなが一つの場所に集まってくれて、そして一つの時間を共有するという、こと自体が、私も声優という仕事をしていく中ではですね、初めてですね。やっぱり声優のお仕事だと、作品があって、キャラクターがあって、そしていろんな人たちがいる中にお邪魔しますという、形でイベントや、ライブなどが多かったのですが、北村えりとしてのアーティストとして、一つのライブをやるというところが、なんとなんとツアーになっちゃったということで、1回だけではなく全3公演2012年ではやらせていただきました。そんな追加公演が2013年1月13日にあるということで、これはもう2012年の、ツアーの中で自分が培ってきた、そして得てきたものをですね、2013年にバーンと皆さんに、見せつけられるような、そんなすごい追加公演にしたいなって思ってます。サプライズもあるので、本当にぜひぜひその辺は楽しみにしていてほしいなって思ってます。そうですね、私は今も絶賛その挑戦したい髪型へ向けて努力をしているのですが、本当にものすごいアニメキャラばりのものすごいロン毛にしたいです。やっぱり髪の毛が傷んじゃったりとか、なんかこう伸びるのが遅いのか、どうしてもこう腰よりもっと下の、もう なんでしょうね、本当にこれはアニメキャラかっていうぐらいの髪の長さでした。ドストレートの、そして、自身でも好きな超ゴシックを超えたなんかこう貴族ファッションとかしたいですね。なんかそれでステージ上でみんなとホホホホってやりたいですはい、髪の毛伸ばしてます。これは本当に難しい質問ですね。私は結構心配性なので、北えり？何それ、美味しいの？って思われたらちょっとドキドキしちゃうので、北村えり、声優北村えりを知っている人が多い人口のところに行きたいです。人口密度ってどこですかね、やっぱりアメリカとか、あとはアニメイベントとかもよくやられているようなフランスとか、そういうところはまだもしかしたら北えりをしてくれている人がいるんじゃないかっていう、私はアウェイは嫌いなのでホームに行きたいです。なので、逆に募集します。募集しますって感じですけど北村えりがライブをしたらいいんじゃないかと思う国々のファンの皆さん、ぜひ、宛先は勝手にかわいガールジャパンまでなんてね、とにかくどこでも行ってみたいですね。はい、皆さんぜひ私のことチヤホヤしてください。はい、私は自身のファンのことを、ファンのみんなのことを北えりにかけて、北えりストと呼んでいるんですが、北えりスト、女子はゆり組、男子はバラ組なんていう、くくりをしてるんですけれども、2013年は北えりストをもっともっと増やしたいと思っています。もちろんこの、我が国日本も日本の北えりストも増やしたいなと思いながら日夜努力をしてるんですが、ぜひぜひこのかわいガールジャパンを見てくださっている世界各国の皆さん、北えりストになりませんかという勧誘をしてみたいと思います。自身の声優の活動やアーティスト活動を通して、一人でも多くの人に北村えりを知ってもらいたいなと思っていますので、それに向けて、仕事の方を頑張って皆さんに声が届くように、そして私自身が、皆さんの目の前に、お邪魔できるように、頑張りまくりたいと思います。以上、北えりこと北村えりでした。バイバーイ。かわいいガールジャパン。